皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日はですね、友人から荷物が届きまして、仮面ライダーの関連のものが入っている予定ですので、こちらの方を開封していきたいと思います。いや、待ちわびておりましたからね。一体どうなってるのか、中身が。おお、見えた、見えましたよ。というわけでこちらでございます。というわけで本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。ビルドニューワールド仮面ライダークローズのブルーレイ DVD に付属いたします。デラックスマッスルギャラクシーフルボトルです。はい、こちらは仮面ライダービルドの本編終了後の世界ニューワールドで繰り広げられました仮面ライダークローズという V シネなんですけれども、こちらのブルーレイ DVD に付属いたしますおもちゃでございます。本編に登場いたします仮面ライダークローズと、仮面ライダーエボルが合体して変身いたします仮面ライダークローズエボルに変身するためのフルボトルですね。というわけで本編に登場したのを見ていましたけど、とにかくでかいよね。言ったらこれはジーニアスに変身するやつの、リカラーなのかな、リレコなのかな、そういった感じでほぼほぼ同じ大きさのものだと思うんですけれども、パッケージ見てみますと仮面ライダークローズエボルに変身って書かれてて、注目すべきはこの右下ですね。キャラクターボイス52種類収録ということで、おそらくクローズと、エボルですね、ブラッドスタークの、たくさんのセリフが入ってると。それが非常に楽しみなんですけれども、とりあえず今回の動画ではこちらを使った変身音を確認していきたいと思います。外箱を見てみると、まずこちら側ね、クローズとブラッドスターク映ってますね。クローズ目光っててめっちゃかっこいい。そしてブラッドスタークもね、なんかこういう風に見ると本編で敵だったのがちょっと信じられないぐらい、なんか味方っぽい感じもしてくるよね。そして裏面には超かっこいい仮面ライダークローズエボルが映っております。それでは早速開けてまいりましょう。それでは開けてまいります。それではいきます。せーの、ドドン、よっしょい、ドドン。おー、でけーでけー。うわー、でもなんかすごいいいよ。クリアパーツになるのかな。うわ、おー、ギラッギラのブルーの輝きが素晴らしい。おっと、これね、鏡が映っちゃうんだよね、中がね。なので顔面は映さないように注意してまいりますが、というわけでこちらが仮面ライダークローズエボルに変身しますマッスルギャラクシーフルボトルでございます。僕はジーニアスフルボトル持ってないので、ちょっとホームページで確認していきますけれども、こう見た感じ造形はほぼほぼ一緒ですね。ここにあります赤いパイプとか、この出っ張りとか、そのあたりも含めてここに映してますジーニアスフルボトルと形は一緒です。というわけでこれはおそらくリカラーだね。色だけ変えてるって感じですね。実際造形見てみると、ここ見るとね、エボルの目になってたりとか、ここもねエボルっぽい模様がついてますね。で、色はどっちかっていうとクローズ寄りなのかな。なので本当にクローズとエボルの要素を足して作ったっていう感じがしますね。それでは電池は入っておりますので、絶縁シートを抜いて音声確認していきましょう。で、3つ出っ張りありますけれども、この左奥ですね、これがボタンになっておりますので、これを押すことで音声が鳴っていきます。それでは押してまいりましょう。めっちゃ楽しいじゃん。マッチョフィーバーだって。いいですね。やっぱね、マッスルギャラクシーっていうわけなんで、筋肉バカですね。ちゅうわけで、せっかくなんでビルドドライバーと連動させて変身音を聞いていきましょう。それではビルドドライバーを使って変身音を聞いていきたいと思います。変身。
Are you ready? ギンガム敵の筋肉野郎クローズエボルパネイマジパネイという音声が鳴りましたね。というわけで仮面ライダークローズエボルに変身いたしました。このレバーを回してる時にずっと、ブラッドスタークさんのブラーとチャオがうるさいすげえお茶目なベルトになってる。いやいいですね、めっちゃ楽しいなこれやっててというわけで、今指してる状態でさらにレバーを回しますと必殺技音声になるんですけれども、説明書見ますと、ここでレバーを回した回数によって音声が変わるみたいです。1回2回3回と、回す回数がまたそれで音声が変わるみたいなので、とりあえず1回回してみたいと思います。1回回転させますとレバーを回している時の音声はクローズサイドで、必殺技の音声はマッスルフィニッシュとなりまして、これはクローズ要素が強い音声となりますね。それでは続いて2回回してみます。2回回すと、回転時のセリフがエボルサイドで、必殺技の音声はギャラクシーフィニッシュとなりまして、まあ、ブラッドスタークってだから僕言ってますけど、まあ言うたら仮面ライダーエボルのね音声よりの、ものになります。それでは3回回していきたいと思います。3回回すとレバーを回してる時の音声がダブルサイドで、必殺技の音声はマッスルギャラクシーフィニッシュとなりまして、クローズとエボルの音声がまあ混じったといいますかね、2人の要素が合わさった必殺技の音声がなります。はい、というわけで本日はデラックスマッスルギャラクシーフルボトルの変身音の方を確認してまいりました。変身音めちゃめちゃ面白かったですけど、どっちかっていうとクローズの要素はすごい低くて、もうエボル満載っていう感じでしたね。実際にはこれに52種類のバンジョーとエボルのセリフが入っております。そちらも一部録画しておりますので、よかったらそちらもご覧いただければと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。友達が送ってくれたマッスルギャラクシーフルボトルの箱の底に以前購入して僕もね大爆死した一番くじのフィギュアが入ってました。多分ダブったやつ一緒に送ってくれたんだと思うんで、これちょっと中見ていきましょうか。あ、開いてるね。テープで留めてあるな。ってことは開封済みだね、やっぱり。なんで多分本当にダブったやつが入ってるんだと思うけど、その友達が何当てたかまでは僕も聞いてないので、何が入ってるんでしょうか。あ、テープ止まってねえや。とりあえず開けていこう。まずこれが、1号ライダーが入ってるやつですね。中行きましょう。どうどん。おー、ディケード。何かと最近ディケードに縁があるな。いいですね。ディケードの、フィギュア入ってました。そして続いてが、これも1号ライダー。あ、これ号が違うのか。はいはいはい。これが1月発売のやつ。これが多分2月発売のやつだね。というわけで中身が違うはずだな。これは何でしょうか。ドドン。おー、これは龍騎。龍騎もいいじゃん。龍騎めっちゃ好きだよ。龍騎来た。あ、いいね、いいね、いいね。じゃあ3個目です。こちら、どうどん。おー、ブレイド。ブレード持ってなかったよね。確か俺、ジャックフォームしか持ってなかったと思うので。いや、すげえな。やっぱ1号ライダーしか入ってないよね。この流れだとね。あ、でもこれ E だから、これはパワーアップフォームの何かが入ってるはずですよ。これは何が入ってんのかな。いきましょう。ドードン。おー、ドカバキドカバキか。ドカバキだってんだよね。俺、牙見てないからさ、なんか、ちょっとうっすらしてるけど。へー、ドカバキフォーム、牙ですね。牙のパワーアップフォームが入ってました。正解はブラッドスターク。クローズマグマに
ゃなくてもあんたと同じ力を持っていても俺とあんたは違う。あんたがこの世界を壊すって言うのなら俺はこの力を愛と平和のために使う。それが俺の信じた仮面ライダーだ。だから人間は面白い。この星を滅ぼすのはやめて。うつみ、裏切ったらただじゃおかねえぞ。信用ないね。楽しくやろうじゃねえか相棒。相棒じゃねえ。まだわからないか。人間だからお前を倒せたんだよ。チャー